花山駅は兵庫県神戸市北区花山台にある神戸電鉄ありませんの駅。駅番号はキロバイト11。標高281メートル。相対式2面2線のホームを持つ地平駅。駅舎は下りホーム側新海地寄りにあり、上りホームへは構内踏切で連絡している。改札からホームまでの段差を解消するとともに、駅前広場の再整備を 神戸市と共同で行っている。沿線港ネットワークに接続された駅務遠隔システムが導入されており、センター駅から自動券売機、自動改札機、自動生産機、ビデオカメラ、インターホン、シャッターが遠隔操作される。そのため駅員巡回駅となっており、校内売店も設けられていない。以前は駅近辺の寿司屋で、 割引乗車券等の委託販売が行われていたが、2009年11月時点では行われていない。乗り場番号は設定されていない。近年の1日平均乗車人員は、下評の通りである。休校の停車駅になって本数が増えた割には、年々利用者数は減ってきている。休校が止まる、必要性はあるのか。商店と、ロータリーがある。また、駅南側へは、 深海地よりにある地下道を抜けていく。駅周辺は団地が点在しており、そのうちの花三島団地へは日本初となった車高エレベーターが設置されている。ABCDEFGHIJKLM、兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、165ページ。 ISBN 9長7843億4300万67452019年度移動等を円滑化取り組み報告書神戸電鉄2021年4月21日閲覧ダイヤ改正の実施について神戸電鉄2020年3月14日閲覧神戸首都継所2020年10月17日閲覧ありがとうございます